まあ、それで言ったらサルサルの実幻獣種ハヌマーンはかっこいいけどね。こういうのいきなり当たってたりしそうな感じするけどな。ミックスさん、ミカですが、インド神話の神猿、神猿、ハヌマーンがモデルじゃないでしょうか。ハヌマーンは体が変幻自在、伸縮自在、巨大化できる、空を飛べる、木を飲み込み、時間の経過をとどめる、などの能力があります。うわぁ、そうなんだ。ハヌマーンは太陽神の弟子なので太陽と関係ある。うわマジかこれ。伸縮自在って何？体が変幻自在はわかるけど、伸縮自在ってな、ああ、そうかそうか、でかくなったり小さくなったりできるってことか。体の一部分だけ伸ばすとかもできんのかな、ハヌマーンって。空を飛べる、月を飲み込み、時間の経過をとどめる。まあ、ニカニカの実って弱点の一つとなるのが、ダサいっていうね。なんかダサいっていう声が、ね、結構たくさん届くんでね。まあ、それで言ったらサルサルの実幻獣種、ハヌマーンはかっこいいけどね。こういうの、いきなり当たってたりしそうな感じするけどな。ツインバナーさん、シャンクスはゴムゴムの実の正体を知ってるんですかね。一巻でルフィにゴムゴムの実の名を教えたのはシャンクスなんですよね。これも、ライブ配信か動画の中でどっかから触れたんですけど、確かにこれニカニカの実の、私の考察の弱点にもなり得ると。シャンクス絶対知ってるはずですからね。知ってるからこそ、護送しているところをわざわざ危険を冒してまで、ゴムゴムの実を強奪したんで、シャンクスは絶対にこのゴムゴムの実の全部を知ってるか分かんないですけど、大事な実だっていうことは知ってた上でルフィにその説明をしなかったんですよね。これはニカニカの実って言って、世界をひっくり返すリーダーになる運命がもう義務付けられる大切な悪魔の実なんだぞっていうことをその時説明せずに、ゴムゴムの実はっていう説明をしてたと。ここで生きてくるのがそのレイリーの発言ですね。世界を全て見渡してみて、我々が出す答えと同じ答えを導き出すかは分からない、だから自分たちの目で見ろっていう発言をしてる。で、それがシャンクスにもこうロジャー海賊団イズムみたいな感じで伝わってるんだとしたら、ニカニカの実を食べた者が背負う運命のことはルフィには知らせずに、お前はもう自由に生きろっていう意味で、あえてニカニカの実を食べた者が背負う過酷な運命のことは言わなかったっていう。で、麦わら帽子を託して、この麦わら帽子にどんな意味が込められてるかね、ゴムゴムの実とセットなんだ、なんかセットなんだよね、ゴムゴムの実と麦わら帽子がなんかね。で、フーズフーのさ、ゴムゴムの実の発言の時もさ、あれなんだっけ、フーズフーの発言、ゴムゴムの実と麦わら帽子が継承されるかのような発言あったよね。いや、とにかくこのシャンクスがなんでゴムゴムの実の秘密を伝えなかったかっつうのは、もうシャンクスの考察になっていくんでね、これもガチ考察案件、完全なるガチ考察案件なんでね。というかこれもうライブやるたびに思うんですけど、俺もこれずっとやってられるんだよな。で、これスパチャ届かなくなっても、スパチャじゃなく質問してくださってる方もたくさんいるじゃないですか。で、それ読んでるだけで、なんかこう考察のアイディアもどんどん生まれてくるし、さっきみたいに日和と桃之助のね、指摘とかもらえるし、刺激も指摘ももらえて、もうこれ一生やってられるんだよな。あとあれだ。俺話そうと思ったのがあれだ。レイブントラッシュさんの、コヤッキーさんとレイブントラッシュさんのコラボ動画上がってるのを見て、で、ワンピース考察系 YouTuber について語るとか、コヤッキーさんとかが、あとレイトラさんとかが、モッチー先生ってぶっちゃけどうすかみたいな話とかをしてるコラボ動画があって、で、まあコヤッキーさんとか特にね、立場上俺の話なんかなんかこう話しにくいはずなのに真剣に話してくれてね、嬉しかったんですけど、なんかレイトラさんとかのゴンダワラ十三さんでしたっけ、あの方が話してたのが、被害があると、モッチー先生のファンとかモッチー先生の視聴者みたいなのが、レイトラさんの、チャンネルの動画のコメ欄とかになんかいっぱい来ると、 TikTok とかにもいっぱい来ると、で、なんか考察はやっぱりモッチー先生だなとか、なんかそんな感じのモッチー先生と比べるコメントをね、他の考察者さんのところにコメントを入れちゃう人がいるみたいなので、ね、ぜひこうやめていただきたいと。いや、俺本当にこんなにね、登録者とか、例えばこの5000人とか見てくれるチャンネルになるなんて思ってなかったんで、配信者とはどうあるべきかとか、そういうのってなんか勉強も誰が教えてくれるわけでもないし、もう自分の感覚でなんかやってるんですけど、なんか難しいっすよね。